石綿俊一から1937年11月18日は、官僚、政治家、法学博士、大臣院検事、司法次官、貴族院直選議員、数密顧問官、法典調査会警報起礎委員、議会君党は、肖像院、君医等、江戸出身、石綿宗太郎の父、学校法人日本大学第一学園の創立の、功労者、 江戸で、幕臣、軍艦役並み、石渡英次郎の長男として生まれる。1874年慶応義塾に入り、1876年、卒業。1879年9月、東京大学法学部に入り、1884年7月に、同大学英法科を卒業した。同年8月司法省に入省し、記録許可翻訳家詰めとなる。 1886年欧州留学、帰国後東京高祖院検事、大臣院検事、1899年ベルギーの万国監獄会議派遣、同年4月に慶應義塾大学法学部政治家教授、民事局長、司法時間を経て1906年第一次、西恩寺内閣の内閣書記官庁、辞任後、1907年12月10日、 貴族院直選議員に任じられた。1912年4月9日、近景官施行となる。後に東京ガス会社社長。1934年3月に、数密顧問官となり、同年4月6日に、貴族院直選議員を辞任した。1937年11月18日死去。去年79。慶応義塾入社長。 1> 第1巻676ページには、石渡都勝と、振り仮名が付されている。慶応義塾に入った時点で本人が申告した、生命の読みである。数密院高等官履歴、第6巻、昭和の2、東京大学出版会、1997年、115ページによると、東京大学から法学士の学理を授与されたのは1884年10月10日と、 なっている。三田商業研究会、慶応義塾出身名流列伝、石渡俊一の校には、明治7年慶応義塾に入り9年卒業し、築地のマニラー市に受して英学を収め、ついで大学予備門に入るとある。慶応義塾入社長、第1巻676ページは、社中にいる樽ッピを明治7年9月3日と、記している。東京英語学校と、 東京改正学校普通科を合併し、東京大学予備門が成立したのは1877年4月であり、新体制で学生を受け入れたのは同年9月の新学期からであった。東京大学予備門の4学年のうち、卒業まで2年を残す上級学年へ編入した可能性が高い。ありがとうございます。